はい、それではね、オブザベーションの続きをやっていこうと思います。こちらの宇宙ステーションに戻ってきたところですね。一回ちょっとね、多分ジムだと思うんだけど、接続を切られたんですけど、なんとかアクセスポイントを見つけて戻ってきたところですね。ここどこだ？はい。ちょっと狭いですね。なんかすごい。なんかいたかな？こんな人。どうしたらいいの？わっと。よし。なんかちょっとアクセスできるものを探しましょう。これか。はい。スタニス、ジョッシュ、実験的ブート。はい。スフィアのブーストの反応が驚くほど良くなった。危険だが最高の代物だ。圧力を徐々に少々高めて数フィートを高速で移動した後に停止する。デブリの除去や船外でのスフィアの力を行使するのに役立つかもしれないな。とにかくファームウェアは私のラップトップに入っているからよかったらコンパイルして試してみてくれ。だがくれぐれもジムには言わないでくれよな。これか。これをいいの？コンパイルっていうことは統合するのね。パワーアップできるとスフィアがね、なんてタイミングのいい。これ損したデータ、2種類のデータは必要。これか。もう一個はさっきのこっちだね。よし。で OK？これでパワーアップしたの？うん。で？ちょっと角度がね、もう、この上下がないっていうのは、ほんまになんていうのかな。わからなくなるよね、感覚が。これを、から出れへんの？出れそう。だけど、これが、ぶつかんのかな？離すの？ OK。おー、痛い。なるほど。体当たりができるようになったと。なるほどね。よし。これで出れました。はい。で、ちょっとまた角度を戻します。はい。こっちは、なんかありますね。なんだこれ。天体物理学ターミナル。これ、前、あれしたやつかな。ロード中。なんかまた調べなあかんのかな。よし。なんかもう気づくとね、この周りが宇宙ステーションだらけになってましたよね、そういえば。これなんですか。メインフレームバイオープン。なんて書いてある？ここは開かないね。エマとも更新できないです。よし。これはハッチコントロールも操作できないってことはこっちじゃないんだな、多分。もしくは、体当たり一回しときましょうか。なにこれ？体当たりしてみよう。さすがに開かへんか。このタイプのハッチはさすがに開かへんよね。そんなやわじゃないよね。それで開いたら問題だよな。何が並んでんのこんだけ。望遠鏡みたいなのが並んでるね。カメラか。これカメラだね。そういう部屋なんだ。どっから来た？そっから来て、こっちでも行けんのね。でここ？あとは開いてないですか？開いてないね。こっちに行けっていう感じだよね。下は？下も行ける？ちょっと待って。右にも、じゃあ今こっちから来たんだよね。いや、ほんまわからへんな。で、ここに行け。ちょっとなんか上下が一定してないから、すぐおかしくなるんですよ。ため、こういう角度で合わせておきましょう。はい、ちょいちょいこうやって修正していかないと。システムリンク、PAY、はい。電源がないけど、そこにつながってるね。行きたい、そこに行きたい。よし。オンにする。メイからジムへ。はい。こういうことをみんなで言うのもどうかと思って、そのエマとジョッシュの仲が最近随分深まってるから、私は彼らにスペースを与えるために、寝る場所を移ろうと思うの。エイルサと話したら中国モジュールに移ってきてもいいって言ってくれたわ。だからあなたの承認が欲しいのよ。国際宇宙ステーションで私たちを思い出すわね。メッセージ終わり。あ、メイとジムもそういう仲だったのか。なるほど。ちょっとだってメイはジムのこと気にしてましたもんね。うん。エマとジョッシュ。ややこしいですね。でもね。うん。なんかトラブルのもとですよね。そういうのね。うまくいってるときはいいけど、みたいな。よし。ね、公私混同してはいけないですよ、本当に。よし。はい。こっち。特にあとは何もないですか？なんかある？っていうもんでもないのか。ジム？あ、ジム、あ、これは、あ、そっか、元いた船だから、一人は死んでるんですよ。で、もう一個の船にいたジムが、こっちに来てるんですよね。で、ややこしい話なんですよね、すっごいね。パラレルワールドとかそういう感じで、なんかメモが貼ってある。これは別に関係ないやつ。もうでも行き止まりじゃない？ここ。行けへんやん。あ、これ？これ、体当たりすんの？あ、やっぱり。あれ？一発であかんの？取れた。よしよし。ここですね、多分。あと行くとこないよね。もう、あれ、ちょっとまた上下分からへんようになった。ちょっと待って。どっち？よし、こっちですね。よし。スフィアだからこそ通れるこういう道ね。これ欲しいね、でも、このスフィアね。あ、まあでも無重力の中でしか使えへんのかな。ここなんか、あ、大丈夫な、赤いけど。よし、もう一回耐えたりね。一発だった、今度。今度どこに、ちょっとね、マップが今見れないんですよね。だから、どこに行けばとかいうの全くわからへんな。一方通行か、結構。何これ。通るリモートビューは。いい、わいわい。はい。何が使えますか？これ。ユーザージム、アクティブに設定。モジュールのリリース。全くわからへんな。何のことやら。とりあえずこっちだね。今、ロシアのサリュートでしたっけ？安定しないのも。はい。ここ行くでしょ？ちょっと待って、ここから見よう、次の場所。左は空いてる。左だね。ここほんまわからなくなる。大丈夫だね。左ね。もうぐちゃぐちゃになってんな、すごい。誰か通った。そのホラーみたいな登場の仕方やめて。ほんま。左に行けと。右は空いてる。量子通信。あ、いる。待て、逃げた方がいい。逃げた方がいい。逃げるしかないのか。いて。あ、捕まった。速攻で捕まった。これ、振り出しに戻るとかやめてね。めんどくさいな、これ。どっちか、まあまあ、こっちから入りましょうか、じゃあ。はい。うん、聞こえるか。聞こえます。お待ちください。地上の声が聞けて嬉しく。更新してんの。お待ちください。何？シムエライアス。うん。199248。了解しています。お待ちください。うん。なんだと？サムのステータスを教えてください。サムはオフラインだ。一切機能してない。うん、確かですか？リセットしてシステムを立ち上げようとしたがダメだった。私の力で直せるものではない。うん、お待ちください。ビルと話させてくれ。ウィリアム・スタフォードだ。私だ。うん、ビル。よかった。今は話せない。どういうことだ？あ、分かってる。うん、いいか、ジム。少し時間をくれ。ひとまずソフィーが君の話を聞く。ビル、待て。うん、うん、何をしようとしてるんでしょうね、ジムはね。異世界のジムってことだよね、これね。ややこしいね。これは、一応つなげられる？まあいい、いい。はい。このいちいち電源をね、入れに行かないといけない。よし。エイルサ・スタニス。うん。うん。キャプテンは一体どうしちゃったのかしら。オリエンテーションのリセットを要請したいんだけど、ものすごくピリピリしている感じだからちょっと頼む。彼は一体何に従事しているのかしら。ジムが一応黒幕っていうか、なんかを企んでる感じだったんだね。うん。こっちはないね。反対側も行ってみようか。中国のとこってさ、一直線だったね。3つつながってるだけだと思うね。うん。よし。回収済み。はい。うん。うん。で？どこに行けばいいんだろうね、結局。こっち、下。ここは塞がれてる。こっちかな？よし。はい。これ、冷却、そうだね。やったとこでね。こっちでいいんですか？ちょっと暗いな。うん？行き止まり？プトップがあるけど、つかない。また、ダクトみたいなとこ通るんじゃないの？あ、宇宙に出るんか。宇宙空間出るんか。なるほどね。違うわ、窓でした、ここ。そう、ハッチは丸い形だったね。ここないな、でも。アップトップ、ああ、これ、接続してみよう。うん。誰のやん。ある？そんな。パスワード。これに繋がらん、繋げないと先進めへんのかな。なんかヒントがあればいいですけど。それっぽいもんないもんね、全然。どうしたらいいんだ？この辺なんかいろいろ貼ってあるけど。わからへんな。ドキュメント、ドキュメント、ドキュメント。はい。でも4桁の数字はないですね。わからへんな。他にないドキュメント。ペンと、あ、これか。あ、ここだ。うん。もう、同じ、あれでしたね。いって、一発で外れた。よし。これを通るんですね。よし。どう繋がってんのかもう全然わからへんよな。当たっても壊れることなさそうだね。はい、これもまた壊せと。壊れた。はい。で、ユニバーサルリンク B に来ました。もうでもジム出てくんじゃない?そろそろ。もう一回捕まるでしょ、多分。そこに誰かいるやんだって。あ、ジムだね。ちょっと体当たりしてみようか。まず。どうせ捕まるから見てるような気もするし、よし、ちょっと向きを揃えときます。見られてないもうちょっと至近距離まで近寄らないと。またか。よし、あ、もうできひん。もうブーストできひん。クソ、うん、あー、遠隔で切られるんだね。まあ、これは予想してましたよ。もうしっかりね。はい。ここね。はい。よし。さあ、これ次はストーリーが進むはず。うん。エマが出てくるんじゃね。こっちはいけない。とりあえず弁当を探した方がいいね。これだ。もうやることは分かってきたな。はい。あっちも一応いけるんかな。一応見てくる?ん?これは外せないね。あ、つながってるけど。あ、でも。行き止まりやな。あ、こんな模型欲しいな、ちょっと。これ欲しいな。この QR コード、何なんだろうね。ちょっとまあ点は少ないけど、謎ですよ。うん、まあいいか。やっぱさっきのあの弁当通れっていうことだな。よし。もうすぐ傾いてくるでしょ。よし。どうやったっけ?あ、どこやったっけ?ちょっと。クルートラッカーじゃなくて、うん。あれどこやまた分からへんようになった。もう。ん?あれ?違う。いや、もう、あった。うん。わからへんよ、ほんま。よし。ドン。で、ユニバーサルリンク C に来ました。で、ここが、サムの、なんだったっけ?わあ。あったとこだよね。メインの。そうそう。これになんか繋いだらいいんじゃないの?範囲外、接続。聞こえるオンラインステータス。利用不可。なんですか?どうしたらいいの?メンテナンスオン。リモートリクエスト。クルー、ウィリアム・スタフォード、ルートアクセス。利用不可。うん、応答する。ここにいます。ち、うん。おお、あ、なるほどね、なるほどね。うん、答えたのか。完成の方に。うん、ウィリアム・サホータ、飲食。我々はジムと交信中だが、エマーからはジムが死亡したとの報告を受けている。ジムのトラッカー情報をくれ。よし、渡しましょう。だったいの。ズームすると応答できます。照合なし。どういうこと？カメラで、トラッカー情報。あ、違うわ。これか。これだ。もう、AI だからね。はい。これで答えないといけないんだ。よし。よかった。はい。生体データをくれ。これ2つあるんだね。不思議な話。生体データは死亡しました。ジムの映像を映してくれ。どっちを映したらいい？どっちを映したらいいの？まずは死んでる方から映す。はい。ふむ。うん。私がいるのは UC01 だが、うん、古いデータだ。エマはどこだ？エマはいなくなった。通信の届く場所にはいない。待て。今の状況を教えてくれ。クルートラッカーですか。今どこまで飛ばされちゃったんでしょうね。うん、不明だね。現在地は不明です。うん、生体データ。でも、心拍数が低下しており、危険な状態です。助けられますか？うん、わかった。コマンドセキュリティ権限を与える。はい。コマンドターミナルのアルファとガンマとデルタを無効化してくれ。セーフティプロトコルを解除しておこう。うん、上の人間を連れてくる。すごい曖昧な。シャトルを切り離す権限をくれ。君らとは中間地点でお茶を。ややこしいね。うん。今は何もしないで待て。メッセージ中心。はい。これ？脱出できる約束。クルーをマーカーに届けろという君らの言うとおりにやったのに、時間通りにきっちりとこの後に及んで私の精神状態を懸念しているとでも切られた。そういうミッションを極秘で、まあ、ジムは担ってたわけですね。うん、何これで、そのやること、次やること、ちょっと待って。コマンドターミナルでアルファガンマデータを実行する。うん、ちょっとここまで頑張ってやってしまいましょう。これですね。ジムどこ行ったんだろう。これ、スフィアで行かなあかんのかな。この上っていけないもんね。スフィアで、これで入れへんのか。あ、入ってんのか、もうスフィア。実行不可。コマンドターミナルっていうのは、こっち？これだね。よし。はい。PAY。うん。で、何するんやったっけ？ちょっと待って、難しいな。バイパススイッチをせ、ちょっとややこしいぞ。ややこしいぞ、これ。何これ。アルファ、ガンマ、デルタを実行するって言ってるね。アルファ、ガンマ、デルタを実行する。で、通信で、メモリー移行。さっきのなんかややこしいやつ。これちゃうな。これかな。アルファ、デルタ、ガンマね。アルファ、デルタ、ガンマを、アルファが、D76、D の76、デルタ H62、ガンマがE の43しか分からへんね。となんか変な文字。これもちょっとメモっときましょうか。ガンマと D の76、アルファがアルファ、デルタ、ガンマってこんな文字だったっけ？よし。あとはでも普通の文字だよね。アルファと、デルタ、三角だもんね。そうそうそう。よし。で、どうしたらいいんだ？もう一回通信で、プロトコルを見るっていうのは、あ、見れたんだ、ここから。なんだ。せっかくメモったのに。アルファは、D の76。はい、選択する。バイパススイッチを選択。これを見ろと。D の76から、どういうこと？バイパススイッチ。ん？え？この7とかがあるよね、数字。おう。たどって、切るっていうのはどういうことなんだろうね。つながってんのはいろいろつながってるよね。とりあえずまあ7が一番近いし、7切ってみよう。うん、認証。エラー、違う。もう総当たりでいいんじゃないですか、これ。あ、全部。うん、アルファとこんだけしかないよね、情報はね。回路基板 D の76を、いや、こらへんな。4はつながってる。全部遮断すればっていうことなのかな。何個選べんのその前に。D の1。あ、1個しか選べないね。7は別だった。ちょっとこれ総当たりでやろう。意味が分かれへん。うん。1は違う。1個仕組みが分かったら何が答えかっていうのが分かるよね、多分ね。2じゃない。はい、3でもない、4でもない、5、あ、無効になりました。5で無効になったということはどういうこと？ここ全く意味わからへんねんけど。これ矢印か。矢印に向かっていく。全くわかんないです。アルファね。まあいいわ、ちょっと。で、次は、デルタが H62 かな ?H62。ここ。で、これ矢印があるから、この辺にある数字、5。5でやってみよう。うん。H5。ちょっと待って、これ。最初からやらなあかんのもしかして。これはいいんだね。5はもう取られてるから。全く意味わからへん。あ、ちょっと待って、白い丸を通っていくんかなこれ。あ、そういうことっぽいな。そういうことっぽいな。黒が下がってるから、白い丸を通って、行くと、つながってるのは、8。8はつながってる。ここだ、9だ。うん。9でやってみよう。お、成功、成功。お、よしよし。理解した。よしよし。そういうことだね。で、次、E の43が、どこだ ?E の43。こういうのちゃんとこうね、考えてひらめかないとダメってことだよね。あ、この辺見るとちょっとわかりやすいかもね。こういうのちゃんと白が続いてるから。で、2でいいんじゃないのこれ。2でいいんじゃない？こっちもつながってないもんね。2だね。OK。よし、できた。はい。で、ロケーション変更。うん、成功したようです。うん。よし、回線を切れ。ビル、待て。うん、権限は付与できません。お待ちください。あれ。お待ちください。どうなった？あ、またこれですか。これですか。うん。続行。はい。5個来るんじゃないそろそろ。大丈夫？うん。鹿、箱6つ。横、丸と矢印3つね。うん。これ、これ。あ、ちょっと待って、丸の位置が違う。ちょっと待って、覚えてないですよ、そこまで。こっちだったかな。合ってる？合ってた？間違えたかな。最初の1個が 2種類あった。あ、間違えたっぽいな。もう一回ですね。はい。くっそ2種類あるとか、うん、右下が丸、はい、で横で丸矢印ね、はい、 OK、B こっちでしたね、で X で上、はい、もうそんないけたで次は、うん、はい、右下丸、ちょっと待って、旗、うん、丸、矢印、右下、こっちだったこれ、ちょっと待って、これどっちかをパッといけないね、これと、これでいいのかな、うん。どっちも右下丸だった。うん、よし、OK。もうやめて。もう増やすのやめてよ。うん。うん。はい。丸、はい。×、右下丸、上白。うん。これ、右下丸の、これだね。もういいでしょう。もういいでしょう。うん、まあ、間違えてももう一回やり直させてくれるのが優しいところですね。さあ来ました。まだあんの？ちょっと待って、何これこれちょっと待って、覚えるとかないよね。ジムを殺してくれ。はい。残るはお前だけか。あ、来た。ジムサム、おとなしくしてろ。あ、物理的に壊されるぞ。わー、どうなった？これはどういうことだ？答えろサム、これはどういうことだ？ステータス不明。答えたらいいんですか？はい、私は変わりました。冗談じゃない。このネバデマは何なんですか？変更中。なんだ今のは。早くサム、エアロックの操作を有効にしろ。ここを開けてくれればおとなしく出ていく。ジム、彼を殺す。もうやってしまいましょうか。もうそろそろ終わりそうだよね。どうやって殺すんですか？どうしたらいいんだろう。酸素を抜いたりとかすればいいの？何ができるかですね。実行不可。買い出す。なんかライフずっと使えなかったこのシステム。ライフサポートため。これ怪しくない？今使えるようになってるから。生体認証データが検知されました。はい。コールバックに応答。声紋認証。どういうこと？目押し？何これ？何これ？何をやったらいいのこれ？赤い文字が正解なんかな？ 1、4、04と、なんだろう、12かな。じゃあ、はい、これどうでしょう。許可 OKOK、で、ジムトラ、何したらいいの？緊急用フラッシュ。安全上のモジュール全体のロックダウンが必要です。なんじゃそれ。ハッチを閉鎖する必要があります。ハッチを閉鎖してくる？閉鎖しようじゃ。何でもできるんでしょ、今、多分。よし、閉鎖。どこにある？閉鎖。これか。よし。そう考えると AI って怖いですね。こう権限がそれだけあったらさ。この意思は持ってないけど、プログラムさえされていれば、ね、人を殺すこともできる。ここは関係ないの？あと、空いてるハッチじゃないですか？ないんか。あ、これは？あ、ここか。これも閉めます。閉めた。もうされるがままじゃないですか。自分観念してますねこれ。で、ハッチを閉鎖する必要があります。まだ開いてんのかな？まだ開いてるとこある？これは閉めれへんの？これは違うんか。あと開いてる？閉まった、閉まった。これは不可能。ドロドロやな。開いてないよね。ん？これは？データか。開いてる？ハッチ。上が怪しいかな。もう閉められへんよね、これ。違うのか。別のやり方でやらないといけない。ハッチを閉鎖する必要があります。利用不可。ラッカーをオフにすると、消えるんだけど、切断。モジュール全体のロックダウンが必要です。全部ロックダウンするのか、じゃあ。やってみようか。解除。ロックダウンは、ロックでいいの？下からこう。ロック。おお、そういうことね。なんや。ややこしいな、もう。閉めるだけじゃダメってことね。なおかつロックしないといけない。はい、一緒。はい、ロック。これがお前の計画か。やっと会話が進みました。もう一個どこだったっけ？どこやもう一個。あ、動き始めた。もう観念しましたか、自分は。もう一個のハッチ、あったあったあった。これで、はい、ロック。OK。やめろ。エマを連れてこよう。私は外に出る。そして、で、閉鎖されています。トラッカーを消します。フラッシュします。OK。もう生きていけないよね、これは。どうしてんの？もう動かせないですね。あ、こっちに行ったのか。何を言おうとしてんの？開けようとしてんの？衝撃的な。また目的がいまいちちょっとよくわかんないですね。こうしてスローモーションなり、エマーがね、あとどうなってるか。あ、進んだ。はい。お？サム来て。うん。まだあるんですか？これ、いや、これジムか。ここじゃないんだね。はい。そしたらね、ちょっと中途半端ですけど、一回ここで中断して、次回この続きね、最後どうなるか、やってみようと思いますので、またよかったらね、見に来てください。では、これで終わりにしておきます。お疲れ様でした。